チャオあっちゃんです、今日10月の27日木曜日、夜何時だこれ、9時38分21時38分です、はい。寒いからちょっとお酒飲もうかなと思ってね、ライブの時のもので買ったってんけど、玉露と抹茶のチューハイ朝日のね、玉露と抹茶のチューハイ、お茶中って書いてあるけど、飲もうかなと思います。スピリッツアルコール 5% 軽く振ってからゆっくりと開けてください。品質保持のために窒素ガスが充填します。炭酸じゃないねや。軽く振ってこれ山屋で買ってん、この前ね、久々にね、山屋って言って山形やねん、本社ねの、お酒屋さん、リカショップやねんけど、輸入食材とか、お菓子とかね、いろんな売ってんねんね。そこでね、この前ね、あれ買った、ブルーチーズと、ブリホワイト、白カビチーズと、パンチェッタ、それで3つで、何べたかな、900円やったかな、なんかそんなん買ってね、でチューハイとかね、ちょっとだけお酒買いました。はい、でって言ってるけど、レシートがあらへんよ。レシートがたまってね、山屋のレシート食ったかな。山屋はね、あったあった、天理店はよう行くねんけどもね、橿原店あんま行かへんねんけどね、橿原店行ってきました。で、そこでお茶とチューハイ111円です。はい、111円、税込みで、はい、ということで飲んでみたいと思います。お茶の香りがするでは、まず飲めないか、中早からあかんよ飲めない中早じゃ、玉露と抹茶のいいとこを殺してるなんていうかな、茶葉3回ぐらい入れ直した薄いお茶に焼酎入れたみたいな、お茶の味がすごく薄い。苦い、香りすごくいいんだけど苦い、はい、あんまり美味しくないです、もう買いません。はい。こういったら普通に、何やろ、すだち中とか、中杯のお湯割りに梅入れたりとかね、柑橘入れたりとか、お飲む方がいいです。はい。お茶割りしてもいいけど、これホットにしたら美味しいんかな。ちょっと温めてこようか。ね。温めてきます。はい、温めてきました。はい、温めてきました。では飲んでみたいと思います。ホットの方がマシかな。でも苦いのには変わりないわということで、あまり美味しくないです。はい、ではまたね、バイバイ。この後、ゲームライブします。はい、この動画見てくれた後じゃないですからね、もう終わってますからね。はい、ではまたね、バイバイ。